子供の言葉、片山弘子5月5日、子供の日の新聞に、子供から泥棒へという文が出ていた。この頃、僕たちの学級会で取り上げた問題ですが、いくら討議しても、先生にお願いしても無駄なので、世の中の人、特に泥棒する人に訴えたいと思います。それは最近1ヶ月ぐらいの間に、 僕たちの学校のプールの周りの排水溝の鉄蓋が全部の三分の一ぐらい盗まれました。このままでは夏にはみんな盗まれてしまいます。一番楽しみな水泳もできなくなるのではないかと心配です。宿直の先生は夜も寝ずに巡視しているそうです。泥棒も二度捕まえたそうですが被害は後を絶ちません。子供の日を迎えてお金をかけて いろいろなことをしていただくよりも、日本中の人たちが子供のものを奪うようなことを一切やめていただければ、それだけでも僕たちは幸福です。大人の方は、小学校や小学校のものは、みんな自分の子供のものであると考えてください。僕たちの学校、600人の子供のお願いです。港区竹芝小学校、6年、〇〇〇〇。 子供らしい率直な言葉で世の中の大人の誰が読んでもどうかその鉄蓋が盗まれないように生徒さんたちの楽しみにしている水泳が無事にできますようにと祈らずにはいられないしかしさて泥棒がこの文を読むかどうかという段になると鉄くずを盗む彼らはおそらくこの文を読まないだろうと考えられるまた聞きで私が聞いたところでは 自由労働者たちが1日200円あるいは250円くらいの賃金で道路の掃除をしたり焼け跡を片付けたりするそういう時にその辺に落ちているくず鉄を拾ってこれをくず鉄買い入れの店に持って行けば1日平均300円ぐらいのお金に売れるという話であるそうすると1ヶ月の賃金と1ヶ月の彼らの小町が 同じくらいか、それ以上の収入になるとすれば、彼らが、いとも熱心に拾い集めるのも無理ではない。こういえば、自由労働者たちが、よその垣根のうちのものまで持って行くように聞こえるが、そんなことはない。彼らは潔白である。ただ、この敗戦国の民衆の中に、かっぱらいを常習とする専門の人たちがいて、それは、学校の庭の鉄蓋に限らず、 どこの家のものでも人目がないときには遠慮なく持って行くので、くず鉄屋に売る彼らの荷物は大変な値になるという話も聞いている。彼らもお買って道具の鍋釜や火箸までさらって行くのではなく、鉄くずだけを目当てにしている。毎日売り込まれるその鉄くずは、また専門の金物会社か工場に売られて。 新しい金物製品となって世間に売り出される。新製品が高く売れるから、会社の方ではくず鉄の類も高く買う。売る方でも高く買ってもらえるから、よそのものを失敬してまでもたくさんに持ち込むのであろう。そしてそういう金物製品ばかりでなく、すべての物価がどんどん高くなるから、自然みんなの生活費も足りなくなるわけである。 繰り返していれば、これはどこまで行ってもキリがない。鉄くずの泥棒だけで政治を批評するのは無理かもしれないが、政治に預かる人たちは、一辺のくず鉄の行方についても、多少の知識は持っていてほしい。落ちたるは拾わずという、ひじりの御は遠い昔のことで、今は国も貧しく、民も貧しく、政治も貧しく、宗教も教育も全て無力である。 私たちのためにはどこからも救いが来ないような気がするけれど、救いは来ると信じよう。私たち一人一人の心の持ち方からでも救いは来ると信じよう。急すれば通ずという言葉は、世の中の人たちが長い経験を重ねて悟り得た常識である。行き詰まってどうにも動かないときに、動こうとする、動かそうとする生命をかけての努力が、 動かすのである。少し動き、また少し動き、ぐっと回転したときに、雪詰まりの現在は回転して過去となり、新しい明日が来るのである。